とズボラちゃん、よろしくお願いします。2人合わせてジェキとズボラちゃんでーす。ね、拍手をいただいたてなんかしちゃって、どうもここかー。僕たちはですね、大阪府門真市のご当地キャラでして、ここから送るまで1時間くらいのところからはるばるやってきましたよもう連日の猛暑猛暑の真夏日なので、これは言うなれば夏夏ですよ。夏夏夏夏やってきましたよ。来ましたよ。さてさて、ワンダリングスマイルキャラクターパーティーということで、今日はパーティーですよ。パーティー、ねえ、初めてお呼ばれしましたよね。さあ、それではジェイキーとズボラちゃんショーということでですね、僕たちはシンガーソングライターでして、いつもオリジナルのお歌を作詞作曲して、それをアカペラでご披露しちゃったりなんかしてるんですけれども、アカペラ、ね、今日も今からオリジナルのお歌を歌っちゃったりしようかなと思っております。改めまして、ボーカルを担当しております、ジェキです。そしてギターとかリードボーカルとかいろいろありますけれども、ズボラちゃんはリードズボラちゃんなんですよね。リードズボラちゃんです。リードズボラちゃんとリードボーカルのコンビで頑張ります。それではズボラちゃん、早速コール&レスポンスやりましょう。皆さんも一緒にレスポンスを返してください。コールレスポンス、 OK、 コールご一緒にコール、またコール、もっと声出るよ、コール、オッケー。それでは聞いてください、カドマフィーバー。さあ、最後の曲です。大阪、食い倒れー。
今日一つ、今日一つ、ズボリちゃん。非常に言いにくいんですけれども、今の大阪食い倒れという曲のあのイントロなんですけれども、さっきの門真フィーバーのイントロととてもよく似ているなと思って、困惑してますよ。同じイントロなんですか？違う曲なのに？違う曲なのに同じイントロなの？え、そんなことあります？ありますよ。そう？なんかありますよってこう断言されちゃうと、そうなのかなという気持ちになってきますね。不思議なもんですね。不思議なもんですね。それでは、改めまして、大阪、食い倒れ！なんでそんなことするの今日。いや、さっきと変わりましたよ、イントロが。変わりましたよ。そんなことします？今全部困惑よ、僕。いや、普通は、イントロは変えないものなのよ。っていうか、イントロ今までなかったじゃない、そんな。え？いや、まあまあ、さすがズボラちゃん。ね、僕やお客様の想像をクッと上回っちゃって上回りましたちょっとそろそろ行かないとお時間もありますから、それでは3度目の正直、大阪あっこいでおりたったたこ焼き、たったたこ焼き、お好み焼き、串カツ、大阪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 、食い倒れ、パッパパって当てて、きっちり、肉吸い、豚巻き、けうどん、イカ焼き、ロテ焼き、カスうどん、大阪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 、食い倒れ、大阪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 、大拍手をいただいちゃって、おっきゃー！アンコール、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 もっと！アンコール、アンコール、アンコール、どうもありがとうございます。僕たち側からのアンコールにお答えいただきまして、誠にありがとうございます。それでは、今日、この日のために作ってきました、作りたてほやほやの新曲です。新曲？ジェイキーとズボラちゃん作詞作曲、初めてのパーティーと、まあ、言いますが、そういうお歌なんですけれども、何度となく、パーティーという歌詞が出てきますので、よかったらご一緒に歌いましょう！歌いましょう！それでは、聴いてください。初めてのパーティー。この世界にはパーティーと呼ばれるものがある。この世界からパーティーと呼ばれるものが始まる。キャラクターパーティー、声を出してパーティー、笑うのがパーティー、笑顔を見せてパーティー、楽しいこと盛りだくさん、歌おう踊ろう笑おうパーティー、歌おう踊ろう笑おうパーティー、歌おう踊ろう笑おうパーティー。
こまでのお相手は私ジェイキーと、どうもありがとうございます。